も長く辛い。おそらまんうまくいったことがあったんだろう。OK で忘れなって僕とこれがごめん前の夜なら何も分からずでもそばにいられた今は秋越し泣き顔が見える。僕もそれなりに年くて君の痛みもわかるようになったのにもう遅くてこうして電話話すぐらいなそばにいれないもどかしさを電波に乗せるよ頑張れ頑張れ